おい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 、ケミ、それじゃレイスケがエレンを食わなきゃ真の王にはなれねえのかよ。そうだが、じゃあ俺が巨人になってエレンを食っても意味ねえのかよ。何を言って。お父さん、私が嘘を言ってると思うか。いや、この継承の儀式の瞬間だけは嘘をつかねえはずだと思ったからこの日を待った。まったく、俺の気持ちに気づいておきながら散々利用してくれたもんだな、こんな色男がよ。感謝する。お前のような野良犬を引き入れた土地狂った弟の気まぐれに。それ以上ウーリを侮辱すればてめえの頭が半分減るぜ。やめろ、父を離せ。おめえはなんて哀れなんだヒストリア。もう分かっただろ。この親父はおめえを化け物に変えてエレンを食わせようとしてんだとよ。それが私の使命でしょ。そう、私はエレンを食って姉さんを取り返す。そして世界の歴史を継承し、この世から巨人を駆逐する。それが私の使命よ。おいおい、ヒストリア、この親父がおめえにした仕打ちを忘れたのか。こいつはただおめえの血に用があっただけだ。おまけに自分が巨人になりたくねえから弟や娘になすりつけるようなクズ、それがおめえの父親だ。お違うぞヒストリア、私が巨人になるわけにはいかないんだ。他の者を使用してはいけない。へえ、そうなのかい。お父さん。ケニー、今までよくやってくれた。お前は自由だ。他の生きがいを探して長生きしろ。それじゃつまんねえんだよ。ケニ、何をするつもりだ。巨人になればいい。もう邪魔はしねえよ。ただし用意どんでだ。お互いが巨人になって殺し合う。ヒストリアが勝てば平和が訪れる。エレンに負ければ状況は変わらねえ。寿命が尽きるまで息してろって、それが生きていると言えるのか。ヒストリア、この中佐なら強力な巨人になれる。こうといっても正確には背骨を噛み砕き脊髄液を体内に入れればよいのだ。おっと、離れねえとな。